What's up, みんな、どうも、ギフライター友です。7月に発売される新しいパックのパッケージがついに公開されたということで、見ていきたいと思います。こちら、ドン！見てください。ルークが持ってるカード、新しいギアスでございます。微妙にね、拡大すると名前も見えれるんですけど、ゲギリュウメタギアス。メタギアスですよ。なんかメタルんじゃねえかっていう感じですよね、これ。で、その、激流のところ、ちょっとわかんないんですけど、多分、属性の属、属激流メタギアスかなって思ってます。なんで、属性縛りで連撃ができるんじゃないかなって勝手に思ってます。あと、イラストめちゃかっこいいですよね、この正面向いて。こういうちょっと、左右対称気味になってるカード、僕すごい好きなんですよね、イラストが。という、ルークの新ギアス一家がまた増えるということで期待したいと思います。でそれに合わせて優雅が持ってるのがなんだろうな、これもちょっと文字がくちゃってなってるんですけど、ライジンサンダーボールド、これも優雅の新カードですね。やっぱりイカズチ族強化って感じですかね。なんでそろそろボルコンドル救済してほしいんですけどボルコンドルの救済もそのうち来ると信じてといった感じで、イカズチ族新ドラゴンの新規増えますので、これまた楽しみですね、来月も。という感じで今回はパッケージ発表されて、まあおそらくラッシュレアのエースモンスター2体もイラストが明らかになったっていう動画でした。高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。